岡田基地県から1928年2月5日は、幕末の貧乏福山藩士、明治時代の司法官、地方行政官。陽名は順次郎、または次を通称は家門。福山藩第三次。福山藩士山岡寺家門児童の三男として生まれ、藩市岡田氏の養子となり、なお家門と改めた。長州政党に従軍したほか、明治元年には、 箱館戦争に福山藩総督として参戦した。同3年の藩籍奉還後に福山藩大三次となり、その前年東京に上地された衆議院議員となり、廃藩治験準備に携わった。この時、藩を治む本論を書き、新政府首脳に提出。同4年宇都宮裁判所長、同11年副賛、深活発予軍長となり、同40年までその職にあった。 同四十一年から安倍家家令となる。1928年に東京で母子した。1842年、東京江戸丸山藩邸において、福山藩士、山岡自衛門児童の三男として誕生。長男の自分は、後の山岡健介である。山岡家は全く武士生活の典型であり、吉健は、物心つく頃からただたか、失礼儀。 心義すべて武士としての要素を肝に徹するまで教育されたとされる。13歳に達すると半額茂行期間に入学して正規の文部教育を受けることになり、北条県に官学を寺地強平にオランダ語の処方を学んだ。1855年2月に父継道は一家を挙げて福山に移住した。1858年、極版として初めて出資し、 十二国二人ぶを救される。1860年、江戸財判を命じられて出府。この在京中、万円元年19歳の時に、桜田門外の変が起こった。急に出府を命じられ、高輪東善寺において、米国講師一行の護衛の任務に就いた。吉剣は、不平でたまらず、重役に迫って、遺願免職の上申書を提出され、認められている。 後に、死の前年の昭和二年病床にある頃、日本の武士が、なんで、外国人を守って、同じ日本人と戦わねばならないか不平であったが、護衛は護衛であるので任務は務めたと、懐術している。その後も、禁止役、法術肝入り、御使い番、大目付と短期間で、目覚ましい昇進を見せた。1864年、長州政党の先方として、藩主、 安倍正方に従って、広島に出陣。1866年、第二次長州政党に出陣し、赤州口に出陣した。6月に増田口で、長州兵と激戦となり、増田市勝田手寺で防戦するも敗れて、浜田城に退却。福山に帰還後は、慶応2年8月25日、御用人に登用され、軍政改革、長州隊。 共兵隊の新設に関する相談役にも登用された。明治元年9月7日、新政府から福山藩に対し箱館戦争への出兵命令が下された。福山藩は総督岡田義賢副総督、堀氷左衛門、三望江際に水、伊香藩市総勢696人を組織。高翼、大砲、高首、高撃。 高日の五体に分け、9月21日福山城下に集結。訓練の後、10月2日、友津からイギリス専門な王に乗船し、途中越前王の藩兵と同船して一路函館を目指した。越前王の藩の兵と共に、これを攻撃したが散々の敗戦となり、福山藩兵は青森に退く翌2年、政府軍は鋼鉄艦八隻と薩摩。 長州、土佐、日後、柳川、久留米、阿波、徳山、稲葉、福山、大野、水戸、広崎、大垣、正木の各反兵へ約1万5千にして、これを攻める。福山反兵は5月16日、千代家大砲大攻めでの活躍が目覚ましく、これを落とした。これが最後の戦いとなり、榎本軍は降伏する。旧藩主であり、同年八月に、 反知事に任命された安倍正武は東京から帰国すると早速反省改革に着手した。従来の過労中心政治を一掃するため、福山繁殖員令を発布して、大三寺を中心とした近代的な組織へと改め、人事も刷新した。その大三寺に若干28歳の吉健が抜擢され、吉健は政武と共に意欲的な政治を行った。 明治新政府における各藩の代表者会議であった衆議院の議員となり、廃藩置県準備に携わった。この時、藩を治む本論を表して、新政府首脳に提出。藩末政治のもとで政府の要職に迎えられず、廃藩後は福山にあったが、1875年5月、死休出境せよとの達書があり、そのまま東京地方裁判所7等判事に任命された。 実際の細かい裁判事務や多様な法令運用については、全くの門外観であり多大な懸念があったが、山田秋吉のこういうに無げに断ることができなかったとみられる。その後の土地に裁判所長は半年で罷免され、大審院詰めとなった。当時としては、官職の一つであり、もともと畑違いのところの空席を渡り歩くことは、働き盛りの良しには苦痛であったため、 わずか36歳で官を辞し、福山に帰る。1878年11月、不活軍、沼熊軍長に任命された。就任当時の福山地方は、徴兵制度や地租改正、地方の習慣、人情に感知しない管理、旧福山藩領の度重なる行政区の変遷等への不満が高まっており、強度の人情、 週刊に通行した行政官の任官を求めていた。在任中は、福山港の改修後眼光時、官業事業、日清戦争、日露戦争の広報支援などに尽力した。1907年1月までの30年この職にあった。東京本郷区駒込に転居し、安倍白爵家の華麗となった。区内長筋の昇平を受けて、維新資料の師団会の会員となり、 自身の経歴を陳述したとみられる。前立腺肥大症による腎臓水腫に併発した尿毒症が悪化し、1928年2月5日に東京西方町で病没、去年87、小石川の蓮華寺に葬られた。ありがとうございます。